高須委員長が来てる。何言ってんのお前。ああ、高須院長ってなんか癌かなんかなんだったっけ。いや、だから別にそれは人は人でしょ。その癌の度合いにもよるでしょ。知らんけど。高須院長の容態がどんなレベルか知らないけど。だってさ、その別に癌つっても、ねえ、そのほんと末期になったらもうやばいやつじゃん。もう死んじゃうじゃん。で早期発見とかしたらまあなんとかなるんでしょ。どんな金持ちだろうが末期がんになったらもう生きれないだろう、うん、人それぞれ違うからね。別にお金あったら生きれるってわけでもないから、うん、末期だったけど金の力で蘇った。いやないでしょ。いくらお金使ったって末期はもう無理だって。そのだから結局その末期ってなんかその一筋に末期っていう風に今言っちゃってたけど、末期って判断されても、お金出せば助かるやつと助かんないやつってあるでしょ。うん。まあ、程度によるでしょ、結局。うん。だってさ、じゃあ末期、本当にじゃあ末期、すべての末期癌がさ、お金持ちでお金をいくらでも出せば助かるなんて、そんなことないって絶対。ありえない。うん。どこの癌かにもよるだろうし、あと程度にもよると思うし、あと、どんだけこう転移してるかにもよるでしょう。うん。末期がんって言っても、その、ね、なんていうの、その、みんながみんな全く同じ状況じゃない、症状じゃないから。うん。まあ、簡単な話がさ、例えばさ、その、じゃあ、なんか、どっかの臓器とかがさ、癌に侵されて、そこを摘出しても生きていけるから、そこを摘出しても生きていけるっていうんだったら、そこを摘出して、転移さえなければ生きていけるってパターンもあるだろうし。うん、癌はもう治るボケ。いや、だからさ。だからさ、その、程度によるでしょうよ。どこに癌があるかとか、ね、他に転移があるかとか、程度によるでしょ。なんか末期がんって言ったってさ、人間って働くなくなって、何を規制されて分かんねえ。なんかさ、人間ってもう死ぬってなったらお金いらないって人もいると思うんですけど、ん？Rさんお墓ないみたいだよ。遺族にも拒否されたみたい。え？マジで？みどりさんが言ってんの？なんかみどりさんが言うには、なんだっけ？なんか、遺品とかもなんかいらないって言うんで、遺族に拒否されたとかなんとかって言ってたよね。なんか、あれなんだろうね。
家族でも煙たい目で見られてたってことなのかね。まあ、そこの家族関係というか、そこら辺まで知らないからね。まあ、でもなんだっけな、お母さんだかどっちだか忘れたけど、が前なんかその、本当にもう、なんだ、もう結構末期の状態で助かんないみたいなレベルのなんか確か病気で、俺何回か病院に連れてった記憶があるんだけど。いや、一回かな。まあ、完全配信外なんだけど。で、なんかお母さんが助かるように、なんかこう、有名な神社の、なんか、じゃ、神社のなんかこう、お守りをなんかこう、届けたいみたいなことを言ってて、俺が連れてったんだよね。なんか完全配信外なんだけど。いや、そんなことあったよ、実は。これ配信外だし、配信で多分言ったか、この話。言ったか忘れたけど、完全配信外であったよ。で、俺病院まで届けたのよ。R さん送ってって。で、俺駐車場で待ってたんだけど、で、まあさすがに家族に会うのはどうかと思ったから、俺駐車場でずっと待ってたんだけど。で、なんかなんだっけな、なんか、初詣行こうみたいなこと言ってたんだっけな。なんでかわかんないけど、忘れちゃったけど、多分初詣だったかな。神社行くみたいな話をしてたんだよ。で、そしたらお母さんに、なんかその、病気が治るお守りみたいなのを買ってあげたいな、みたいなことを言ってたの。で、そしたらその、病院行った、その、なんだよ、行った帰りに、じゃあ行こうぜ、今からって言って、じゃあ今からは、みたいなこと言ってたんだけど、あっちが言ったんだけど、で俺がでも、いや、今から行こうよ、つって、連れてったんですよ。そしたらすごい喜んでたけど、うん、まあ完全配信外のことなんだけど、そんなこともありましたよ。骨引き取るって俺が僕がですか。いや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 、そんなこと言われても、いや俺が引き取ったらおかしいだろ。だってしかも俺だけの問題じゃない。だってさ、俺がお骨引き取ったところでお墓に入れないといけないじゃん。別に俺だけのお墓じゃないからな。いや、さすがにそれはちょっと違うんじゃないのかな。でもさ、お骨を引き取るとこなかったらもう無縁仏だよね。無縁仏ってあれでしょ、なんか、適当に処理されるやつでしょ、多分。なんだろう、なんかもうほんと無縁仏になった人を多分国でやってんのかな、わかんないけど。なんかそう、無縁になった人の、なんかこう骨を処理するとこに、なんかもう誰ももう本当誰の骨もごっちゃになってなんか一緒に処理されるやつじゃない、多分。あんま詳しく知らんけど、多分そんな感じでしょう。まあそれもそれでちょっとかわいそうな気はするけどさ。いやでも別に俺だけの問題じゃないから、それは。なんかまあ俺だけの問題っていうか、うちの親がまず許さないでしょ、普通に考えて。別に俺に権限ないから、そこ。トイレ行ってこうかな。トイレ行ってくるわ。墓がない人に神社に入れられる。どうなんだろう。一応でも、分けられはするのかね。なんか、骨をごっちゃにされる感じではないのかな。わかんないけど。じゃあトイレ行ってくる。
さっきね鍋とご飯食べたんだけど、ちょっと量もそんな多くなかったからちょっと小腹空いたんで、スーパーの寿司あったんでそれ食べますいやさすがに俺がお骨を引き取るのはちょっと違うでしょ。しかもほら一応なんていうの、そのうちの土地とかそういうのもそうだけど、俺の代というかうちの親に結構権限があるじゃないですか今。そのあれ的に俺のね、じゃあ引き取るわっつって俺の意思だけでどうなるもんでもないだろうし、あと引き取るのもなんかおかしな話だし、さすがに現実味がないかなそれは、うん、その話は、まあ、もちろん全く関係がなかったわけではないんですけど、そもそもさ、なんかまあ元カノなのだかよくわかんないけど、席も入ってない元カノの骨を受け取る人って多分そうそういないと思うよ。あと世の中で中にはいるんかもしんないけどさ、そうなんかまあ無縁仏っていう、まあその特殊なね、あのパターンではあるから、普通はその家族のね墓に入るじゃないですか。無縁仏だとしても元カノを入れる人ってなかなかだと思うよ。しかも自分の世代じゃないっていう、そのどうこうできるあれがうちの親の世代でしょそれ、うん、ちょっとお墓はちょっと違うよねさすがに、うん、あと R さん競馬場で受付の仕事してたみたい。え、そうなの、なんでそんなのが、みどりさんが今話してんの。てかなんでみどりさんはそんなこと知ってんの。え、みどりさんが今配信してんの。なんでみどりさんはそんなこと知ってんのですか。元カノかはよくわかんないけど、まあでも彼女だったみたいなもんでしょ、わかんないけど、うん、そこに亡くなったこと連絡した。え、どういうこと。え、リアルタイムで働いてたってこと、うん、え、昔とかじゃなくて亡くなる寸前までそこに在籍があったってことなんだ。だからなんかいきなり来なくなるだろうから、もう亡くなったらね、だからそこの働いてたところに電話したってこと。え、そうなの、働いてたの。あ、ストロベリアだす、イトチョコアだす、ヤイバさんだす。え、そうなの、マジで。競馬場で働いてたの、マジかよ。そうなんだ、そうなんだ。いや、一応職はあったんだね。夜の店は店で、なんて読むの？水炭、違うの。木炭、違うな。練炭、練炭って何？練炭って何すか？密室で炭を焼いて自殺？え、それを何？練炭っていうの？一酸化炭素中毒ってこと？一酸化炭素中毒で死ぬってこと？まあ要するに自殺を図ろうとしたからってこと？嘘でし
ね、夜の仕事場で自殺しようとしたね、したなんて嘘だろ。金払ってもとか、うるせえ黙れてめえ。俺とね、付き合ってた者同士しか分かんないもんがあるんだよ。他人がどうこうね、他人の物差しで測るな。うん。あ、次役いきます。ミオさんが今配信してるようですか。炭酸のやつ飲みたいけど買ってくるのがめんどくさい。ウーロン茶しかない。次役いくか。ああ、次は行きます。あ、KP どうも。こんばんは、どうも。うん。みどりさんが今配信してるんですかね。競馬場で仕事なんかしてたんやね。またなんか競馬場の受付ってそんなことやってたんやって感じだけど、みどりさん、ニコ生なのに推定閲覧9000になってるよ。アクティブ2000とかある。推定閲覧、ニコ生で9000はやばいな。実際9000ぐらいありそうだよね。だって、45分で、累計2万9000人来てるから。で、多分配信内容的に結構ずっと、とどまってる人も多そうだから。ガチで閲覧9000ぐらいはありそうだな。もうすっかり元気ですって言って叩かれて。なるほどね。
すっかり元気ですって言って戦ってる。ああ、なるほどな。いやーでもね、それ緑さんを擁護するわけじゃないけど、でも人ってぶっちゃけそんなもんじゃないですか。ね、人が亡くなりました、悲しいですってなって、もう時間が解決するじゃん、そういうのって。うん。まあ、確かに復帰した早々、そんなこと言うべきではないとは思うけど。うん。だってそうじゃない、だって志村けんが亡くなった時とかだってさ、みんながさ、うわ志村さんとかって泣いてたのに、今じゃもう誰ももうなんかその涙しないじゃないですか、当たり前だけど。うん、そんなもんですよ。いや人ってそんなもんじゃん実際。そう、いつまで引きずっても前に進まない、まあそれもそうだしね。まあでもさすがに復帰して、まあ亡くなってからまだそこまで経ってないし、で復帰早々もう元気になりましたってのも、なんか言い方かな、結構元気、なんか元気にはなりました、もう大丈夫ですみたいな、なんか結構笑って、あもう元気です大丈夫ですみたいな感じだったら、さすがにちょっと叩かれる要因ではあるのかなって思うけど、言い方とかにもよると思うし、あとはその受け取り方の問題もあるからね。受け取る側がね、例えば1万人見てたら、全く同じこと言っても1万人見てる、1万人が全く同じ感情になるわけでもないだろうし、まあでもその無難な対応とかっていうのはあるとは思うけど、うん、あ匿名の方いたチョコアザス。それね、まあ、僕その配信見てなかったんで、今配信してますね、まあ、僕はそれ見てないし何とも言えないですけど、まあ別に俺が言ったところであれなんだけど、うん。何これ。なんかよくわかんないけど、視聴者にお絵描きのやつやらせてるよ。確かに緑さんもこれなんか全部配信見てないからさ、あの流れが何とも言えないけど、やっぱそのなんか文脈ってものがあるじゃないですか。物事には最初から経緯を見てないから何とも言えないけど、まあ、確かにこの流れでお絵描きさせるのもどうかとはちょっと思うけど、だってこの流れでさ、お絵描きなんかさせたら絶対 R さんのこととか書かれるでしょ、どう考えても。なんかそういう、なんていうの、なんか死をネタに面白くおかしくしてやろうっていうリスナーっているじゃない。でぶっちゃけそういう悪乗りしてるリスナーばっかだと思うから、ニコ生って、うん、だってぶっちゃけさ、 R を返せとか R はどうのこうのとか言ってるやつって、ぶっちゃけ自分が楽しんで やっぱやってる、コメントしてるとこあると思うのよ。なんかその荒れた配信が面白いから、別に本当に返せって思わなくても、返せって言ってなんか緑さんにヘイトを向けるようなコメントしたら、なんか配信がそれイコール盛り上がるみたいな、なんかそういう人の感情ってあると思うんだけど、リスナーってそんな人ばっかじゃん。ニコ生のリスナーって多分しかもそういう人マジで多そうだし、うん。あ、匿名の方チョコありやす。ちょっとね、まあどうなんすかね、まあ流れ見てないから完璧には分かんないですけど、うん、うん、
はあ。もしかして緑って結構サイコパスなとこあるのかな。あ、こんばんは、久しぶり、どうもどうも。なんかちょっと緑さんってもしかしてちょっとサイコパスじゃないか、これ。うわぁ、やばいわ、この絵。やっぱそうなるよね。まあ、わかるもん、こんなの。明らかにこれ、R さんイコール胸っていうイメージあったと思うんだけど。うわぁ、ほら、R さんのおっぱいみたいな描いてる人いるよ、ほら。いや、これはそうなるよ。うん。これはやばいでしょ。リスナーってそういうやつばっかじゃん、絶対ニコ生リスナー特に。これはやばいよ。あ、匿名の方チョコアダス。あー、夜間さんからスノー。お前が、お前が、お前が、アラブの石油王、ウィンドウズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、サンマダシ、スノー花火渡す。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。みどりさんやばいな。しかもさ、これさ、明らかになんかこう、マナ君来て、みたいなさ、R さんと思われる、こう、なんか、裸体の書いてる人いたけど、これさ、ちなみにだよ。ちなみにこれね、ニコ生配信してる配信者しかわかんないかもしんないけど、これリスナーが書いた絵を、これ配信者が選んで出すのよ。わかる？だから、配信者が、その、どんな絵かわかんないで出すってことないのよ。うん、あの、書いてる人数が多いと、書いてる人の中からランダムで、20個ぐらい選ばれるのよ。そう。100人がお絵描きしても、その中の、それってあくまでランダムで、その100人の中20人の絵を、こうやってなんか、自分で選んで、自分で一回この絵を出す出さないっていうのをイエス、ノーみたいな感じで、確認して出すから、その、絵を出す前に分かるのよ。分かる言ってること。ちょっと説明下手やな。あ、昭和レトロカーダス安兵衛さん。言ってること分かる。うん。一回配信者が確認してから必ず出すの、絵って。逆に確認しないで出さないってことがないの、その仕様上。だからその、緑井さんはどういう絵か確認して出してるから。ちょっとこれサイコパスやな。うん。あ、プリンプリンさん、昭和レトロカーダス。あ、バレンタインクマさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとサイコパスですね。まあでもいつまでもね、別にこう、なんていうの、いつまでもまあ落ち込むのもどうかとは思うけど、さすがにこのタイミングでお絵描きはちょっとどうかとは思う。
いやいなこれ、なんか音声オフにして見てるけどこれやばいね。あ、トモヤさんから、お前が、お前が、お前が、アラブの石油を見られて、ビリゲート、ソフトバンク、3万です。みどりさんが本気でアーさんの気持ちになって考えられない。アーさんの運命も変わってたのに。まあ、ちょっと何とも言えないですけど、まあ、みどりさんのせいにするのは良くないと思うけど、まあ、さすがにこの配信はどうかと思うけど、まあ、経緯見てないけど、さすがにどんな経緯があっても、このお絵描きはやばいでしょ。もしかして死んでないってことないよね。そんなことないか。実は嘘でしたってパターン。配信終わったね。まあちょっと後で見てみるけど、タイムシフト。ちょっとサイコパスやな、この人。
あ、安兵衛さん、ともチョコアザス。ともチョコアザス。アレンチャーザス。ハートアザス。R は最高のエンターテイナーだった。まあ、いや、わかんないですけど。まあでもあの人なんか別に演じてやってるってより、なんかほんと素であんな感じだったと思うんだよね。なんかふわっちの人とかってさ、なんか本当はさ、本当はそうじゃないのに閲覧のためにわざとなんかこうやるみたいな人って多分いると思うんだけど、あの人の場合は本当に素であれだからね、絶対。もうわかるんだよね。もう演技でやってないっていうのは。閲覧のための演技でやってないのがわかんない、俺。あの人多分ガチだったから。あ、バレンタイン熊さんだっす。安兵衛さんだっす。わかんないっすけど。あ、匿名の方、ミルクゾロヤだっす。あ、匿名じゃないわ。匿名じゃなかった。うん。アレンチャーだっす。疲れたな。ちょっと一回この枠で終わるか、まあ、またやるかわかんないけど、まあ、明日はやるけど、今日はまたやるかわかんないと、ちょっと緑さんの枠タイムシフトちょっと見てみたいな。 どんな感じだったのか。ちょっとさすがに長時間話してたら疲れた。一回この枠で終わるか。なんかお絵描きみたいなのしてたよね。してたってか、リスナーに描かせるやつだけどさ。ちょっとサイコパスなのかなと思ったけど、経緯見てないから、まあ完璧にはね、こうとは言えないけど、まあ、別にどんな経緯があろうが、まあこのタイミングでとは思うけどね。
あ、チョコアダス、匿名の方です。緑らしいって、まあ、ぶっちゃけ緑さんがこういう性格なのは知らんかったな。まあ、正直緑さんってそんな俺枠見たことないし、まあ、何回か絡んだことあるけど、まあ、正直何回か絡んだぐらいじゃその全てを分かんないから、うん、こんな感じなんですか緑さんって。結構やばい人なんだな。まあやばい人だとは思ってたけど、こういう系のやばい人かとはちょっとあんま思わなかったな。匿名の方でチョコアザス。うん、儲かっとるかい。いやー、うん、結構きついっすかね最近は、うん、今日はまあちょっと来たけどね、今日は結構来たのですけど、まあ、毎日続かないですからね。うん。お久しぶり、ちょっと一回終わりたいと思います。まあ、ちょっと YouTube ね、まだ見かけなかったんで、ちょっと YouTube 見ようかな。ちょっと疲れてきたんで。終わりますか。一回ってか、とりあえず終わりますか。まあちょっとね、また休んでからやるかわかんないけど、まあ明日はやりますけど。YouTube でも見るかな、とりあえず。まあその後、ちょっと元気があれば、みどりさんのちょっと見よう。あだす、匿名の方、レトロ感ニコアレス、やったーです。前澤社長の1000億円貴重動画すごい。え、そんなのあんの、マジで。何、1000億円貴重動画って。通帳に1000億円入れたやつを貴重したってこと。通帳、マジか、すごいな。一つの銀行にでも1000億入れるってやばいよね。ペイオフ1000万までしか保証しないじゃん。でもまあ、前澤さんほど金持ってたら、そんな、ねえ、日本にある銀行全部作ったって入りきらないか。あー、匿名の来やったー、スノー花火、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、ラムの石油、ホイドズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サンマダイス、やったー、ありがとうございます、やったぜ、ありがとうございます。
そんなのあるんだ。てか、なんかね、まあ、銀行にもよる、あと今は桁が増えたか分かんないけど、前なんかね、なんかの動画で見たんだけど、あの、銀行に入ってる金額がすごいえぐい人って、なんかその、もう貴重でなんか表示できなくなってた、なんか、通帳見たことある昔、なんかテレビ番組かなんかで。今は桁が変わったのか知らないけど。あ、ということでね、じゃあ、とりあえず終わりますね。はい。まあ、ちょっと休んだらやるかもしんないし、まあ、今日やんなくても明日はやりますんで。はい。とりあえずちょっと話疲れちゃったんで。はい。それではお疲れ様でした。はい。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。おつおつ。